でこのパネルとプラスチックという異なる素材を異素材を組み合わせて作ることでギャラリーとか美術館よりも芸術性がある作品を劇場で演劇として作っているどうも日本の皆さんこんにちはモスククワででドミトリークリーモフ、ロシアの演劇を研究している都市です。今日の講義動画も前回に引き続きロシア人芸術家ロシア人舞台美術家のアーニャ・グレベーニコバ 彼女が手がけた舞台美術の作品の中から今日はその中の一部の作品を学術的に解説していくという講義動画です。それで今回の講義動画はその中の彼女が手がけた舞台美術の中のシャンデリアシャンデリアだけにフォーカスして学術的に彼女の作品を解説していく。 し,していいいきたいと思いますそれでは早速こちらの彼女が作ったこれがシャンデリアなんですがこれを見てもう一瞬で分かるとおりもう僕の説明抜きに一瞬で分かるとおりめちゃめちゃこれはモードな作品でめちゃめちゃ人の目を引くような斬新な作品になっているんですがそれでこのシャンデリアが何でこんなにモードで目を引くような。 作品になっているかというとうそれは一言で言うとイカ効果を発揮しまくっているからなんですねでこの「イカ効果」はどういう意味かというと,、まあ、と簡単に言うと「い、ま、か、あ、効果」は違和感を感じさせる違和感を発揮するような感じさせるような作品の手法なんですがその「イカ効果」を彼女はここで発揮しているんですがそれでここにどのような「イカ効果」が表現されているか。 というと、うまず1つ目のイカ効果としては異素材を使った表現だということですねこのシャンデリアは背景シャンデリアがプリントされている部分はパネルになってますねこのパネルの素材の部分とその白い電球の部分ですねこの白い電球部分はプラスチックの素材を使ってますねでこのパネルとプラスチックという異なる素材を 異素材を組み合わせて作ることで、まずこれが一つ目のイカ効果を発揮することになっていますね。異なる素材を組み合わせることでイカ効果を発揮しています。それでこの作品、このシャンデリアがすごいのが、まあ、十分この一つのイカ効果だけでも十分すごいんですが、ここには少なくとも2つ3つのイカ効果が組み合わされて表現されているんですが、その2つ目3つ目のイカ効果は何かというと、 2つ目は、そのパネル、このプリンシャンデリアがプリントされているパネルですね。まずこのパネルは本物ではないということで、嘘、このパネル自体が嘘ということで、嘘なんですが、一方、この白いプラスチックの部分ですね、これはリアルな立体的だったり、リアルなランプを使っているので、これは本物と言えることができますね。そのように、 パネルのただただプリシャンデリアがプリントされただけの嘘の世界嘘とこの電球の部分ですね本物の本物を使っているこの嘘と本物を組み合わせることでここにも2つ目のイカ効果が発揮されていますねそれで3つ目のイカ効果が何かというとこれはもうちょっと言及して まあ先ほどの2つ目の逆のイカ効果になってくるんですがこれが何かというとこのプリントされた部分に注目するとフォーカスするとまあこのシャンデリアはプリントされているものはまあ本物の本物の写真を平面にしてプリントしているということで見た目だけはまあ立体感はないにしろ平面としては 本物のシャンデリアがプリントされているわけでそれに対してさっきのこの白い電球の部分なんですがこのこの素材はプラスチックなので本物のシャンデリアはおそらくガラスとかで素材ができているんでこのプラスチックのあえてチープな素材をその見た目平面上 二次元上では本物のプリントされたシャンデリアにこのチープなプラスチックの素材を組み合わせるということでここでも変な違和感、イカ効果が発揮されているんですねさっきの2番目と逆のイカ効果が発揮されているんですがこのようにここでは少なくとも合計3つのイカ効果が30に重なって表現されているのでこれでなので このシャンデリアは一見こんな簡単でめちゃめちゃ簡単な簡単そうな作品なんですがこれだけシンプル,ンプルにもかかわらずさっ,もさっき言ったようにめちゃめちゃモードでめちゃめちゃ人の目を引くような作品となっていますでもう少しこのシャンデリアについて言及していくとこのシャンデリアはまあイカ効果を先ほども言ったようにイカ効果を発揮しているんですがそれ イカ効果以外にもこの作品はまあ一言で言うとローファイな作品と言いますねローファイという意味はチープまあチープという意味なんですがそのようにこのパネル自体もチープだし電球のプラスチックの部分もチープだしと言って全体的にチープな作品となっていますねで彼女はそういうい感じで ープなまあ、ローファイな素材を使ったりこのようにローファイな作品を作るタイプの芸術家なんですがそれでこのようなローファイな作品を作る時にある重要なことがあってそれを守らなければローファイな作品としては成立できないということがあるんですがそれが何かというとこのローファイな作品を作る時に最も重要なことは端的に言うと視覚要素ですね。 このシャンデリアのように圧倒的にすぐ人にすぐ届いて人の目を引きつけるようなインパクトのある視覚要素が最も重要だと言えますそれがなぜかというと例えばこのように素材としてもチープな素材を使っているのに見た目もそんなによくなければ全てが良くないということでこれはもう作品として 引きつけるようなな要素ががいんですが例えばこのシャンデリアなんですがこのシャンデリアの素材はめちゃめちゃチープそれはこの単にパネルとプラスチックのみをただくっつけただけという素材は超チープなんですがこのチープさを補うためのこの洗練されてそして視覚的にインパクトのあるシャンデリア。 この素材のチープさをこの視覚的インパクトが補っているのでこのようにローファイな作品でも成立しているということが言えると思いますそれでは最後にそのアーニャ彼女が作ったこのシャンデリアが実際にスペクタクルの中で完成したスペクタクルの中でシャンデリアがどのようどこに配置されていてそしてどのような役割影響を そのスペクタクルに対して発揮しているのかについて言及していきたいと思います。これが完成したスペクタクルの劇場空間なんですが、この一番奥の方に見える小っちゃいシャンデリアがさっきのシャンデリアで、今回は今回の劇場空間はこのように縦長な劇場空間になっていますね。それで一番前の列の席からもシャンデリアまで50メートルぐらい離れていますね。 こんな感じ実は、まあ、このように、まあ、このような劇場空間のスペクタクルが出来上がったんですがこのシャンデリアに対して僕がちょっと思うことがあってそれは何かというとこのシャンデリアめちゃめちゃインパクトがあって視覚的にもいいシャンデリア作品なんですがこのスペクタクルの中だとちょっと存在感が薄いというか観客席からも 5 0ル以上離れていて後ろの方で小さく設置されているのでちょっと存在感が薄いように感じるんですがこれが例えば美術館だったりギャラリーだったりで設置されていたらもっと観客的にも見やすいし存在感もあってよくまあ見せれると思うんですがシャンデリアを例えばまあこれに関してもうちょっと言及していくと 芸術があるのはギャラリーとか美術館だけじゃなくて例えばこのように演劇のスペクタクルの中でもめちゃめちゃ芸術性がある舞台美術だったり劇場空間が作られていて例えばこのようにもう後ろの方で存在感が結構薄れているような舞台美術一つをとっても例えばもっと観客に見やすいようにギャラリーとか美術館に設置すると。 もっと存在感を発揮するというかまあこのように演劇とかなんなら劇場とか演劇の方がギャラリーとか美術館よりも芸術性があって視覚的にも面白い作品があるよねということが言えると思います特に僕が研究しているそのクリーモフであったりクリーモフの生徒の舞台美術家たち 例えばこのアーニャだったり、彼らたちは全然ギャラリーとか美術館よりも芸術性がある作品を劇場で演劇として作っているということが言えます。まあこのようにクリームフを中心に美術館やギャラリーよりも演劇とか劇場の方が芸術性があって面白いよという傾向がロシアを中心にロシアからでき出てきているんですが、 それでこの芸術があるのはギャラリーとか美術館だけではないよねという講義動画はこちらでも撮っているので興味がある方は見てみてくださいそれでは今日はアーニャの舞台美術をまあ学術的に彼女の評価軸であったり教育学を作品と一緒に紹介するという講義動画でした次回の講義動画も同じように 彼女のまた別の舞台美術をに言及しながら、まあ、それを学術的に解説していく講義動画を作っていきたいと思います今日の講義動画は皆さんどうでしたか是非コメントなど書いてみてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうパカー